先生が引用されたあの聖書の箇所、真夜中に友達が来た。だからパンをください、パンをください、パンをください。その友達のためにパンを求めたように、皆さんこの日本の友達を救うために聖霊を求めましょう。日本のすべての人に福音を伝える、そのことのために聖霊をいただいて私たち出ていきましょう。まあ、私の夢はすべての人に福音を伝えること、まあ大きすぎるかもしれません。皆さんの夢は何ですか？今日おそらく皆さんにきっとリバイバルに関する夢が与えられたに違いないと思います。主からの夢ならば必ず実現します。私たちは主に仕えていきましょう。どこまでも日本のリバイバルのために今日新たに立ち上がりたいと思います。この働きは20周年ですけれど、まあ、やっと20歳になったって感じなんですけれど、今立ち上がる時が来ました。コロナ明け、皆さん素晴らしいことが起こります。期待を持って立ち上がっていきましょう。イエス様の十字架の恵みに感謝し、今日この集会に感謝し、イエス様に感謝して捧げ物の時を皆さん持ちたいと思います。献金の袋がよかったら回ります。自由な捧げ物です。準備のある方はよかったらご参加くだされば幸いです。日本のリバイバルのために祈りましょう。主よ、
そ御前原に燃やさせてくださいますように。主よどうぞ、あなたが御前原の始めの日としてこの時を神様、私たちを押し出してください。私たちを用いてください。主よ、癒しのために悪霊を追い出し君を伝えるためにここにおられるお一人お一人を用いてくださいます。心からお願いいたします。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。十字架の恵みを感謝します。イエス様ありがとうございます。アレルヤ。皆さん、リバイバルが始まります。始まりました。この時代のリバイバルを私たち一緒に見ていきましょう。用いられていきましょう。そのことを心から感謝して先取りしてイエス様に感謝の拍手を捧げましょう。イエス様ありがとうございます。